皆さんこんにちは、ツッコミゴードです。暑くなってきたね、皆さん。シングルインフェルノの暑い恋愛で暑くなってきましたね。そしてなぜこの外国人は逆に英語の言葉を発音できてないなのかっていう、もう、はい、私も謎だと思っています。シングルズインフェルノ言いづらいんだよ。女の子誰かが手紙3つもらっちゃってね。他の女の子かわいそうなんだけど、絶対ソンジア、あのブリコ、あ、違う、あのかわい子。いや、シャネルを、無人島にシャネルを持ってきても男にモテるというのはなんででしょうかね。そして著作権に引っかからないように、ぼちぼち自分の声で吹き替えしてきますんで、そこを、理解をいただければ幸いでございます。絶対ソンジア3つも入ってるの。あ、この子かわいそうになってきた。この子誰？やっぱシャネルなんて書かれた。このブリコの心どうやって掴もうとしてるんでしょう、手紙で。いや、メイクも唇も濃いし、ピアスもしてる。で、カップルになればそういう天国島に行けるからいいけど、本来この無人島から脱出っていうサバイバル的な番組だったら多分選ばれないんじゃない、この子。本当のサバイバルだったらね。まだ初日だけど、これからたくさん笑って話して素敵な思い出を作りましょう。可愛い系やね。笑顔とそうじゃない時の印象が違うので、どんな方なのかとても気になります。確かにね。明日はもっと話せますように。今日は恥ずかしくて目も合わせられなかった。わからん、あの本人が悪いことを思ってないと思うんだけど、この表情うざみたいな顔してるんだけど。もう一回見よう。今、今日もラブレッターたくさん切ったね。うざ。ポーカーフェイスの。いや、全然話が進まないんだけど、ソンジアちょっと怖い、怖くなってきた、今の一瞬で。で、ご覧になったら男たち、これ研究した方がいいよ、騙されないように。で、ソンジアは決めつけがちょっと激しいんだけど、全然いい人かもしれないけど、ちょっとこれ見て。これめっちゃ楽しそうに笑ってる瞬間、今じゃん。面白い。次の瞬間、これこの切り替えが激しい。本当にもう面白くて笑ってったら、もうちょっとその笑顔が残るはずなんだけど、まあ人はね、自分の感情どう表すかもう人それぞれなんだけど。びっくりしました。ほらこれもうね、いや、もはや周りの女の子たちを敵視して、あれだよ、鳥がよくやるやつ、こうやってやって自分を大きく見せて脅かす、まあ、あの周りを、もう自分の身を、ま、守るために、これを仕草だね。恐ろしい女の子。本当に一つもないと思ってたので。これは絶対嘘。内心で、え、3枚だけ全部くれよこのクソ男たちみたいな、こんな私が一番可愛いって決まってるでしょってね、内心で思ってる。いや、決めつけ激しいね。始まったばっかりでツッコミところ多いんだけど、この服装も同化してると思うんだけど、無人島に持ってくるのは。ここに来るまでは自信あったんですけど、来てみたら誰も私に興味がなさそうだったから、それでおかしいな、そう思ってたんですけど。かわいそう。ソンジア以外の子たちかわいそうになってきた。あ、でもこの子かわいいんじゃない、普通に。新人はあの子だよ、あの好き嫌いがはっきりしてる子。まだ初日だし、これから変わっていくんじゃないかなと思いました。どうでしょう。頑張って、いや、応援し始めた、新人。あ、先のソンジアとの表情全く違うよね。こっちの方がちょっと人間性を感じる。ソンジアはもうあれだよ、ガチョウ。2日目いきなり。すごい、いいからな、あのすごい無能。ええ、何これ、これ誰、何これ、ダサすぎるやろこれ。
あ、細い細い、転んじゃったね。というかこの人たちさ、自分の魅力にはフィットネス以外何もないのか。お、いいお尻。あいつら何やってんだって顔やな。私はキムヒョンジュンさんを選びました。背が高くてこうがっしりした体格の人が好きなんです。筋肉の人が好きなんだね。そんじゃ背が高くてムキムキの人が好きなんですね。ディアガチョさん、この筋肉を見なさい。はぁ、あ、はぁ、あ、どうだどうだ。キャラ薄いのジュンシ君もジアさんが好きなんだね。表情によって雰囲気が違ってどんな人か気になってます、うん、まだ読めない人ではある。わぁ、ジュースもあるし、めっちゃあるやん。無人島って想像以上に不便でした。はいはい、パンもある。パラダイスやん。タンパク質はないな。何が地獄？食べたければ天国島へ行かなきゃ。地獄にオレンジジュース出ないからね。おお、いけてるよね。俺もイチャイチャしたいんだよ。他の二人食事は？おじやさんの方に行く。のぞき？のぞき？そんじゃ朝ごはん一緒に食べませんか？いや先に声かけろよ。覗くんじゃなくて声かけろよ。いるんじゃなくて、ソンジェさんいますかって先に。もうね、覗きたかったね。ソンジェどこ行った？迷子？ガチョウが自然に戻った？タワーではない。そうなの？あ、メイクルームにいるんだ。ていうか地獄島にメイクルームがあるんだ。ますます地獄の島に思えられなくなってきてるんだけど、どうですかご覧の皆さん。美男美女はね、仕方ない。探してる。どこ？僕のソンジアどこに行った？グッドモーニング。かわいい子が好きなの。眠れますか？あ、見つけた。私たちはいつメイク直しに行く？ジアさん見たらメイクしようぜってなった。鼻毛じゃなくて胸毛。風を感じながら。覚えてるのある？今ちょっと思い出したフレーズが。ああ、じゃあ何でしょう、何でしょう、聞かせてよ。誰かに勝とうとすれば必ず負ける人がいる。誰かを愛そうとすれば愛される人がいる。僕たちは愛し合いながらいい思い出を作りましょう。そうしましょう。ピンとこないね。僕昨日そこ座ってた。本当に？夜中。出ればよかった。ぜひ眠れなかったら。そうします。それでヒョンジュンって。ソンジア、いやもうこれただこのシリーズは全てソンジアに突っ込むあの動画になっていきそうなんだけど。僕昨日そこ座ってた。本当に？夜中。出ればよかった。ぜひ眠れ。出ればよかった。まあ言葉で言ってることは、あそこに座ってたら私も出て一緒に話できたらよかったじゃんみたいなこと言ってたんだけど、出ればよかった。なんだこの表情。なかったら。そうします。第一印象は違ったけど。そう、冷たい感じ。お前が言うな、お前が一番言うな。ふざけんな。地獄ジムで何をしましょうか。おお、いい感じの筋肉やね。これやめてほしいな、この胸毛。お、なんかゲームやるらしい。男性陣がゲームをします。あー、オッケー。スタート地点から旗があるところまで走ります。残り1本になった最後の旗を取ることができた人が優勝です。旗を取ることができなければサバイバルだな。脱落です。サバイバルだ。サバイバルじゃない、これは楽しくやるゲームです。はい。みんなそれサバイバルへのイメージがちょっとどうかと思うんですけど、ね、友達と、ね、海に行って友達とビーチで楽しいゲームやってたら、これはサバイバルだって言う人いる？ヒョンジュンさん早そう。勝ちそう。ジュンシクさんが。ああ、わかるわかる。負けて筋肉で決めるな。そう、上半身の筋肉で足の速度決めないでね。これはなんだ。まあ、背が高い方が有利やね、水の中。片方抜けてるね、こいつ。セフンさん？セフンさんだ。セフンさんは全然運動神経いいと思うよ。ただ、ジムで鍛えてないだけ。
え、こういうとこで一番になると男らしく見えるね。勝つと思ったのに。多分これ筋肉が重いんだよ。意味なく筋肉つけるとこういう勝負で絶対に負けてしまうから、絶対に使える筋肉にしといて。結構見てる方にもうどうでもいい話なんだけどこういう勝負の時さ、水の中のさ、もうもちろん水から足出してた方が速く走れるから、スタート時点から片足をもう水から出したのってなったら、もう思い切り前に伸ばせる。はい、一つのアドバイス。勝ったら何個もらえるの？多分あれ、これジンテックだよね。ジンテックは引っかかりすぎるよね、水に足が。本当早い。あ、すごすぎる。なんかもらえるの？ベンツ？勝負に勝ったら誰か女の子とデートができる。なるほど。え、2人と3人でハーレムじゃん。ハーレムデート。一緒に食事したい方を2人選んでください。ジオンさんとソンジア。見て、綺麗な。ご飯も冷えてるでしょうね。念願ジオンさんのおかげで。お、いいな。本当幸せ。缶詰の缶詰。プロテインになるよ。燃えます。本当？そうなの？負けたくない。負けず嫌いの塊や。負けず嫌いでしょう。ジアさん。俺もこういう番組に向いてるから、ね。でもいや、お二人は好きなタイプってあります？外見とか、あとは。私ある。セクシーで優しい人。セクシーで優しい。優しい人なんだ。その組み合わせ面白いね。入るかな。1、2の3。もう一つはゴードからのいらないアドバイスが来るんですけど、写真とかするときに女の子の肩を掴むだったらちゃんと掴んで、一切掴まないか、もう何も女の子であることを一切気にしてないように思い切り掴む。むしろ変なとこ掴んだらあかんなんだけど、もうやるならしっかりやって。この場合俺だったら手元伸ばして、あれソンジアかな、ソンジアの方もしっかり入れて2人を掴む。お、来た。ソヨンさん。いや、もう先に声かけて、声をかけて返事待ちましょう。着替えてるかもしれないからな。ちょっと声、大きい声出すの恥ずかしいかもしれないけどさ、先に覗かないでね、人の部屋。お話があって。私に？はい。何の話だろう。何してました？私？あ、入っていい？あ、はい。あ、どうも。どうぞ入って。座るところが。読書中？あ、いえ。暑かったのに。でも近くで見ると瞳が綺麗なんですね。僕、ええ、それにソヨンさんはナチュラルで飾らない魅力がありますよね。お、いいこと言うじゃん。僕たちは一緒に過ごす時間が限られてるわけだし。それで一人ずつ話してるの？いや、ソヨンさんだけ。おジンテク。ジンテク案外会話がうまい。しかも積極的に話して自分の気持ちもちゃんと伝えられる人だからいいと思う。今話をしておかないと後悔すると思って。行動が早い。だからこうして。いや、ジンテクはシンプルに気持ちを伝えて偉いと思います。もういちいち突っ込んでたらもう動画長くなりますね。今日はこの辺にして、このエピソード2の後半は次の動画でやります。バイバイ。